他の YouTuber ってさ、うん、僕の YouTuber がさ、うん、それっぽいから、あ、登録者が多いって。ああ、ああ、ああ。それっぽいって、どういうことかな？それっぽいっつうのは、うん、平井宏明のワンナップゴルフ。自分がじゃあそれをお客様生徒さんに言ってることをね、うん、まあ実践した上で、うん、でこういうメリットとこういうデメリットがある、うん、それを自分で体感して、うん、でそれをね完璧にそれを分かりましたよ、だからお客様生徒さんに伝えてますよ、うん、っていうんだったら俺は分かると思う、うん、でもそれっぽいっつうのはそれっぽい要は活字を知ってるでしょ、あ、活字教えてもさ、まあそれでうまくいったらそれでいいんだけど、うん、多分細かいとこまでは俺は言えないと思うんだよ。要はどういうミスが起こってどういう動きがなりやすいから気をつけてくださいねまでは言えないと思うんだよね。やり方は言えんだよね、はいはい、うん、だからそういうとこまでがなかなかできないと思うんだよね、うん、それっぽいレッスンってそれでなんかあれだもんね、なんだっけ、あれだ、やっぱり100切りをしたいっていうところの人口がやっぱり一番多い、うん、多い、多い。ピラミッドと一緒だからね。うん、ああ、だんだんその。そうそうそう。だから120とか100ぐらいの人が底辺だとします。で、一番多いでしょ、うん、で、こっからさ、だんだん60代出せる人がさ、同じ量なわけないじゃない、うん、だんだんこうやってなってくる。そっかそっかそっか。ピラミッドの頂点。要はプロゴルファー。あ、うん、で、これがピラミッド出来上がりました。はい、って言ったら、理論はその反対なのよ。初心者の頃ってやれることが限られる、うん、要は基本が最初はもう一番大事になってくる、うん、ってことは今度理論の三角形は逆になるわけよ。こうやってやれることがレベルが上がるほど増えてくる増えてくる、うん、そうだから一番上の人っていうのは全部やるわけじゃないけども、うん、こういろんなことが技術的にできるようになってくるわけよ、うん、そう。その中で選ぶ、その中で選ぶ。だから底辺が100でトップが1だとしたら、頂点が1だとしたら、もう理論は逆。そう、だからトップの人は100個から選べますよ。それぐらい自分の技術がありますよってことなの。そう、だからそれがもう合ってない人もいるわけよ。そう、だから三角形が一致しちゃってる人もいるわけよ。だから初めてだから、じゃあ100、20から100の人にいろんな理論あるから、どれか好きなの選んでこれやってあれやってっていうレッスンもあるわけよ。そんなことはないからね。できないから。三角形一致しちゃダメよね。そうだね。そうだね。そう。逆三角形と三角形だから。うん、そう。そのボリュームゾーンがさ、100切りしたいゾーンだとしてさ、うんうん、でそこを狙った動画をたくさん出したらさ、うん、いっぱい登録者増えるし。いっぱい登録者増える。増えるじゃん。うん、例えば120とか、うんの人にできる理論ってある。そう、だからワンナップゴルフがないの。そういう理論がないからないのよ。120ぐらいの人の、うん、例えばじゃあ100から120ぐらいの人の層に合った動画をいっぱい出してっつったっていっぱいないんだから出せないわけよ。やることが、そっか、さっきので少ないから。そう。で、理論になってないところとか。そう。基本っていう部類。基本って理論で。そう。うん。をやり続けなきゃいけないの。100を超えるまで。じゃないと、基本の大事さっていうのが分かんないのよ。やり続けないと、100を切るまで。うん、それで、100を切ったものは何？基本ってなったら、その基本という動きをベースに90、80、70、60ってやっていかなきゃいけないのよ。はいはいはい、はい。うん、だからその基本がなかったら、ベースがないから。そうか。うん、だからそれこそ何回も動画で言ってるけど、じゃあ基本のショット打ってくださいって言った時に、どうなっちゃうのって。そしたら応用、理論、この二つ入れられないよねって。そうね。うん。そこが分かんなきゃダメよ。そっか、やれることがあんまりない。ない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 。だから、すごいと思うよ、他のチャンネルは。いっぱい120から100のことあるじゃん。うん、だから、前も言ったけど、自分はできるの。教えてるんだから、うんうんうん、できなきゃおかしいから、うんうんうん、だけどそれをさも簡単に言うでしょ。それがそれなのね。そう。だからそれっぽいレッスンになっちゃうの。要は自分を安くしちゃってるわけよ、はいはい、うん、そういうもんじゃないから。じ
で本当は120の人たちとかにはできない内容なのかもしれない。教えてくるの方が多いと思うよ。俺は見ててもね、ちらっと見てもいいえそれは70代後半とかでしょう、80代前半でしょうっていうネタを、うん、これができれば百切りとか、いや百切りの人じゃないじゃんそれってっていう感じ。だからなくればあんまそういうの出さないから。出さない、ないからね。名前がないんだね。そうそう。だからその初心者12とか UFO とかなんかそんなこと言ってるけど、そういうことだから基本の動きって。ああそれこそ上げて下ろす、うん。そう左右対称上げて下ろす。回転する。そういうぐらいだから。かっこいい名前つけられないね。かっこ悪いよ。だから流行んねんだろ。そう。なんとか理論みたいになんないから。なんだ。基本理論だよ。それでとにかくもう当たるまで打ち続ければ100は切れるってこと。そう。でね、うん、びっくりしちゃうのがね、うん、ヘッドを右に上げて左に振るので、うんうん、ナイスショット何人打てるかどうか。今までもやってるよね。降りないってことでしょ。降りない。降ろされんだから。ほら綺麗。これ。これ。これね。うん。本当に。本当にこれが例えばじゃあできました、これいつでもできるよって言ったら本当にこれに回転と右足スパイク立てればいいだけだから。うん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 。じゃあ100切れる。70代出るから。本当に。あ、じゃあ冗談抜き90切れるから、うん、あれができたら本当に難しいことって言ったら、うん、人目を気にしないことぐらいかな。あね、やっぱりねああいうのってじゃああれに回転と右足のスパイクの立てるの付け足してみていい、うんうん、普通じゃん。これで今こうなった人いるでしょ。あやりたいみたいな。いない。どうどうじゃねえよ。さっきのこれ見たとき、うん、なんかかっこ悪くてつって今の最後の打った、うん、あやろうかなっているでしょ。これいるでしょ。どう全力サポートします。そういうことか。そうあれを教えてるレッスンってどれぐらいあるのかなってこと俺が疑問に思ってんのは、はい、あ名前ないからね。名前ない。そうで本当にあれだったら、あれだったら70代出るから。さっきのは90切れるさ。うん。で、難易度 1? 難しいことやってないんだもん、だって。あ、そうか。うん。左右対称に振って、で、上げたものを下ろして、うん、で、回転してるだけだ、うん。口で言えるぐらいだから簡単なんだよね。うん。もちろん球数だったり、うん、練習量だったりそういうものは必要よ、うん、それが絶対今できてないんだから。だできてる人はそれを磨き上げるしかないし、うん、どっちみち練習は必要だけど、うん、でもやった方がいいね絶対。それでもやっぱりそのなんていうんだろう、左右対称に触れてないからこうしてくださいねとか、打った後にちゃんと回転できてないからしてくださいねっていうのをレッスンで教えてくれる。そうそう、もちろん。やっぱじゃあその対象に触れてない理由とか。うん、ある。ちゃんと回れてない理由とか。そう。出てきちゃうから、それを取り除いてあげて、今言った本当に何でもないスイングをできる、うん。作り上げていくの。そう。それが、ワンナップゴルフの。そう。まあ、基本、そう。そう、基本のレッスンをしてくださいって言った時に、やるレッスンでね。うん、ああ。そっからなんだ。今まででもね、基本を教えてくださいって本当に切実に言ってくださった方何人もいるわけよ。うん。ああ。例えばそういう方にはベタ足手打ちプラス今のショットっていうのをやっていただくよね。それで上達した人も何人もいるし、うん、もう本当に2年で80代70代っていう人もいるし、うん、全然いるよ。
ただその人たち毎回動画で言うけど、その人たちはそれしかやないから、おお、うん、見向きがしないんだから他に。自分が上達するって信じてくれてて分かってるからそれだけやるじゃない。だからめっちゃくちゃ早いのよ。そうなんだ。そう、俺2年で70代って俺最短だと思うんだよね。それぐらいすごいと思う。1年でもっていう YouTube もあるけど、うん、それはそれじゃない、うんうん、でも俺の中では 2,3 年っていうのはすごい早いと思う。いや早いっていうか、一周かかっても俺出ないと思う、俺がやったら。まあそれなりに努力をされたんだろうし、うん、やっぱ練習量もねすごい量をやったんだろうけど、で、みるみる変わっていくのが分かるのがすごいなと思って。大体みるみる変わるのは見えないから、分かんないから、うんうん、でも不安もあるだろうね、それやっていくのに。あるだろうね、あるだろうね、うん、そうなるのがさ、うん、信じててもまだ分かんないよ、ね、分かんない、うん、必ずそういう合ってる間違ってるは別として、そういう先に必ずゴールがあるってことだからやり続けるんだけど、だ基本の先には絶対ご褒美あるからね。60代まではいらないからね、理論は。いつから見るの？試合出るとき。3日間競技、4日間競技、まあ2日間競技とか、うん、プレッシャーのかかる試合とか、うん、そういう競技に出るようになって入れるからね。だって、競技に出るまで分かんないんだから、必要かどうか。プライベートラウンドだけじゃん。だってプライベートラウンドだけだったらこうやってやってたって全然60代出るよ、こうやって。パターン入りゃね。あとプレッシャーかかったとこなんだ、じゃあ。そう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 。それが、どの程度の度合いのプレッシャーなのか、その人によってね、うん、心臓の毛の生え方で違うんだろうけど、うん、でも、そんなに大きい大会じゃなければ、絶対大丈夫よ。そのスコアのこのレベル層っていうのが、こう理論とはこう、うん、反比例するっていうんですか、うんうん、そうああいうのが分かるだけでも、うん、自分が今他にも何か探しちゃうんじゃないかなっていう時に、うん、こう立ち止まることができると思うね、うん、例えば120、110、100を脱出できない時っていうのは何か探しがちだと思うんだよね、うん、だけど何もないから、だから少ないんだから、うん、今やってることをやり続けなきゃいけないっていう風に集中できるはず、うん、これからね、うんうん、そうやって理論を選べるっていうのは90代80代70代になってきてから理論が増えてくるんで、そうなってきたらいろいろなやりたいことっていうのが増えてくる、うん、2桁の時には理論入れたら4桁になるから一トントン1トンになるから本当に危ないよ。危ない、ね、危ない折れちゃ う、 そう、ね、だから、うん、とにかく今のことをやり続けることが大事、うん、入れることじゃないの、習うことじゃないの、今のことって基本、基本のこと、うん、基本をやり続けることっていうのが大事。もう本当に基本だけずっとやってればなんとかなるから、うん、なんとかなるっていうレベルでもない、ちゃんとなるから、うん、ただ右に上げて下ろして左に回転してたら隣の座席の人が言ってくるんだろうね、何もしてないから言ってきそうじゃない、なぜ何もしてないまた煽るんだ、そうやって言ってこないから大丈夫大丈夫、もしかしたら言ってくるかもしれない、もっとバックスイング回した方がいいよっつって、そういやあるかもしんねえな、そういうの。そうそれ、これそう、これ登録好きだもんね、好き、大好き大好きってやったことない、そうだよね、そうだよね、なんていうの、エラーでもやったことないから好きって言ってるけど、どうやるか分かんないし、そうだよね、そうだよ、俺も詳しくは分かんないから、はい、あの見よう見まねなんだけど、そうでもそういうのがね多いんですよ、うん、で実際にレッスン来てそういうお悩みを一番最初に第一声で言われることがある、お何をやったらいいんですか、あで平均スコアどれぐらいなんですか、100から110です、入れないよね
って。何をやったらいいんですかに対して何もやりません。そう、もう基本ですよ。基本をやってくださいねしか言わない。で、その2時間のレッスン終わるじゃない。これ全部基本なんですかってわけ。よく基本の1個も当たんないでやってましたねみたいな。逆にこんだけ基本を言ってこんだけ数多い基本なのに一個も合ってないっていう今までやったことは。でどこでやったんですかさ、都内のインドアですっつって、はっつって。全然茨城のアウトドアの方がいい。間違いないですよ本当に本当ですよ。それがいい悪いじゃないのはもう分かってるんだけど、うん、それであってバグノブしたらいいんだけどさ、うん、バグノブしないから、うん、なかなかね、うん、だからちょっと順序を変えてみるとか方法を変えてみるのはいい手かもしれないですね、うん、ぜひねチャンネルご覧になってる方で本当に基本だけやって100切れましたよとかだったらコメント欲しいね。ああそうだね、1万人1万何千人いるから、いや一人はいるでしょ。二人いるよね。ああ、本当基本のこう楽なこの こういうスイングだよね。こういうスイングあれだったら絶対出るから。ああ、いいショットだな。なんでいきなり勝手に打ったの？今なんか打てそうだったから。じゃあ。もうダウン脱いで手袋外してグローブしたから、うん、今日ねそうなんだよね。そうやる気でしょだって、うん、見て、あ本当だ。いや今日なんかねやる気だったんだよね格好が。そうでしょ、だって手袋じゃないんだもん、ちゃんとグローブしてるから。そうでしょ、どうしたんだろうと思って。あしかもクラブちゃんと全部持ってきてる、珍しいいつもね、そう。ちゃんとバッグ持ってきましたよ。ね、新しいからまだこれプチプチついてるね。ビニールが。ビニールついてるね。で、もう、なんなら、うん、もうこのボッコだけ、うん、ボッコだけにしようかなと思ったんですよ。今日？まあ、今後。今後北海道の土井さん、田中さん、ボッコって言いますよね。北海道ね。あ、棒のこと。そう。ボッコっていう。このボッコ2本にしようかなと思ったんですけど、まあさすがに、あったかくなってきたら打とうかなと思って、半袖になってきたら。ああ、うん、これボッコ10何本か持ってきたんだ。そう、ボッコ20本ぐらい入ってますよ。そう。そう。その理論のレベル人口とのこの関係性っていうのがすごい大事なんで、あまり理論を探さないでください。自分の基本っていうのを、より磨いていただいた方が上達に近道というか、なんで、こう、シンプルな理論でゴルフを上達していっていただければと思いますので、最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。